横井翔一、横井翔一、横井翔一、1915年3月31日から1997年9月22日は、日本の陸軍軍人、評論家。最終階級は、陸軍軍層、A 天は、軍七島、青色東洋省。太平洋戦争終結から28年目、アメリカ領グアム島で、 地元の漁師に発見された残留日本兵として知られる。愛知県は愛妻市生まれ。1915年、大正4年、愛知県天郡沙織村、現愛妻市にて、父、山田昌七と母、大鹿鶴の間に長男として生まれるが、両親が3年後に離婚し、生が母の旧生大鹿になる。生後3ヶ月から小学校5年生まで母親の里。 海府郡鴨も村、原津島市で、大鹿小一として育てられ、1926年、大正15年、鶴が再婚し、横井生となった。旧制小学校を卒業後は、約5年間、愛知県豊橋市の洋品店に勤務。1935年、昭和10年、満20歳のため徴兵検査を受け、第一補充兵役、補充兵に編入される。後に召集され、 帝国陸軍に入営、4年間の軍務の後に洋服の仕立て屋を開いた。1941年、昭和16年には再招集され、満州を経て1944年、昭和19年からは、グアム島の不評第38連隊に陸軍五長として配属。同年7月にはアメリカ軍が上陸し、グアムの戦い、8月に同島で戦死したとされ、 戦士広報が届けられた。1965年、昭和40年10月30日の第19回戦没者助君では戦没者として戦前受けていた軍8頭から軍7頭、青色東洋省への少女者として官報祭されている。当時、グアム守備隊壊滅後も生き残った一部の将兵は山中に撤退しゲリラ戦を行っていたが、1945年、 昭和20年のポツダム宣言受託によって、日本軍の無条件降伏が発令されたことは、知らされなった。横井らは、ジャングルや竹やぶに自ら作った、地下壕などで生活、グアム派遣から約28年後の1972年、昭和47年1月24日、エビやウナギを取るために罠を仕掛けに行ったところ、現地の鹿の漁をしていた住民に遭遇、同年2月2日に、 五十七歳で日本に帰還した、なお、撤退当初から横井には二人の戦友がいたが、発見の約八年前に死亡している。軍事教育を受け育った横井は、生きて本土へは戻らぬ決意で出かけた記憶がしっかりとあったため、帰国の際、羽田空港で空港に出迎えに来た、斉藤国基地厚生大臣に何かのお役に立つと思っはじを忍んで、 帰ってまいりましたと伝えたという。またその後の記者会見では、恥ずかしながら生きながら得ておりましたけど、と発言した。これらの言葉を捉えて、恥ずかしながら帰ってまいりましたがその年の流行語となった。同年2月2日14時から60分間にわたり、NHK で放送された、報道特別番組、横井翔一さんイるは41.2%ビデオリサーチ。 関東地区調べの公視調率を記録した。帰国後は国立病院医療センターに入院後、愛知県名古屋市中川区戸田町に居住した。戦後の日本の変化に適応できるかどうかが心配されたが、驚くほど素直に戦後の日本に馴染んだ。しかし、戦前と帰国後でインフレーションから円の貨幣価値が変わっており、例えば帰国後の100円戦前10円の価値。 全国からの寄付金の管理、横井の財産の管理は、すべて妻となる、旗に意味やすく行っていた。その年に美保子と結婚した後は、自身のグアムでのサバイバルについて、待望生活評論家、あるいは生活評論家として、全国各地で講演。当時の石油ショックに伴い、節約生活について、自らの経験を語ったり、日本沈没等のブームに関連して災害時の、 サバイバルについて雑誌等でインタビューを受けた。横井は28年に及ぶジャングルでの生活の影響で木を通さない生魚の刺身に対して警戒心があり、食べられないわけではないが、あまり喜ばなかったという。1974年、昭和49年7月、第10回参議院議員通常選挙、全国区にも無所属で立候補したが落選。この マスコミの扱いも次第に収束し、横井元軍曹の生活は落ち着いたが、ヘルニアや、胃がんなどの病気がちとなり、1997年、平成9年に、万82歳で、心臓発作を起こし死去した。横井正一記念館は、日本の名古屋市中川区にある市営の記念館である。横井正一を記念し、自宅の一部を日曜日にのみ公開している。 横井の没後、2003年、平成15年頃、横井家と名古屋市との間において、横井正一記念館の建設計画が進み、2004年、平成16年10月の開館を目標としていたが、2004年2月に記念館老朽化後の管理が難しいとの名古屋市の判断から、この計画は白紙となった。その後、妻の支援という形で、 名古屋市中川区の自宅を改装して記念館とし、2006年、平成18年6月24日に開館した。展示の中心は、横井が竹藪に掘って住んでいた穴を、横井夫妻の知人の美術教諭が紙や竹などで再現した模型である。横井が帰国後に復元した、パゴ、ハイビスカスの木の繊維を織るル貼った織木や、魚を取るパゴ、ココナッツの実で作ったワンなども展示されている。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。